はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。ここはね、元総社町の交差点です。前方には NHK 前橋放送局です。県道10号線ですかね。このルートはね、高校時代にね、自転車通学をしたその道なんですね。もうはるか昔ですね。40年以上だね。すごい歳月が経過しましたね。なかなか距離的に長いから大変なんですけどね。でも過去形ですけどね。でもなかなかね、あれなんですよ、早く出るとね、自転車通学は渋滞もないから気分がよく、その代わり学校に早く着いちゃうんですけど、本を読んだりとかね。やってない英語の単語をあらかじめ調べておいたりとかね。あれが良くなかったのかもしれないね。朝早くやればいいやっていう感じの。そんなことはないけど。右へ行くとね、新米橋駅の方向ですね。石倉町1丁目ってありました。ここから県道109号線になるんだね。右は13号線ですね。小西町っていうか藤岡市の方に行きます。そうなんだね、県道10号線は前橋駅まで行ってないんだね。今行こうとしているのはね、欅ウォークっていう、ショッピングセンター、モール、そういった場所なんですけど、何もね、お買い物っていうわけじゃないんですけど、前橋駅にちょっと用があるんで、そこから歩いて、済ませちゃおうかな、みたいな。なかなか大変なんですよ、前橋市も。車を止めるとなるとね。欅ウォークはね、前橋駅のちょうど南側になります。ちょうど南町という、場所になりますけどね。高校もね、文教町でね、前橋駅の南の方だったんですけど、でも若かったんだね。こんな方まで自転車で来れるんだからね。中学生の時はね、ヘルメットをかぶって自転車通学してましたけど、高校になってもね、その中学の時のヘルメットかぶって、自転車通学してましたよ。誰にも強制はされないんだけど、中学生がヘルメットかぶってるんだから、高校生がかぶらない、必然性っていうか、合理的な理由がないから、かぶろうかな、みたいな。なかなか三つ子の魂100までじゃないけど、その当時からやっぱり何とも言えないタイプだったのかもしれないね。
ここはね、まあ、いつも右折するんですよ。まあ、県道の2号線に入れる場所ですね。表町ウエスト。そこをね、少し先行くと、前橋駅の北口になりますけど。今行こうとしているのは、欅ウォーク、ショッピングセンターです。はい。まあ、日建学院だって、群馬校。まあ、日建学院でね、まあ、5年に一遍、まあ、埼玉県の大宮まで行ってるんで、まあ、前橋でやってくれるとありがたいかなと思うんだけど、なかなか、仕方ないね。そうするとかなり楽になると思うんですよね。大宮と前橋だからね、経済的にもありがたいよね。信号が青になりました。まあ、ここは左折しますね。ここはね、2車線にいた方がいいと思います。市民文化会館。もう公園のね、まあ中止みたいな延期みたいな、それも徐々にまあなくなってくるのかなって気はしてますけど、でもなかなか人がまあ集まりにくいというか、まあ、そんな傾向は残ってますからね。そこの赤信号のところが、まあ、駅前になりますね。南口。まあ、左折するとね。今日はね、駅にも用があるんですけど、もう一箇所ね、粟島神社ってあったかな。まあ、南町なんで、まあ、この近所なんですけど、まあ、すんなり見つかるかどうかですけどね。まあ南町を散歩とでもまあ言いますかね。まあ、欅ウォークにこの距離歩くんですけどね。なかなか大変そうな感じがしますよね。欅ウォークはここ右折した方がいいかな。あ、やば。あ、日射病対策に、まあ、水筒にお水は、まあお水はあるんですけどね、まあ、水筒に入れてくるの忘れましたね。ペットボトルこれ持ち歩かなくちゃいけません。あ、マスクもね必要ですよ。車止められますかね、欅ウォーク。今日はね、まあ、2020年の6月の7日ですね。大丈夫？入れる？入れる？よかった。今のバスって、シャレたバスが走ってますね。
ここに1台分空いてました、はい、網越しにコルトンがいらっしゃいますけど、いやーやっと欅ウォークに着きました。なかなか大変ですね。ああ映画館があるんだね、シネマコンプレックス。なかなか面白そうな映画がたくさんありますね。もちろんね、店内は行けないと思いますんで、入るとこまで。本屋さんがあるんだね。あのチャンサヤが勧めてた、まあ、切ない動物図鑑ってありますかね。まあありますかねってあったと思うで、まあ買うかどうかは分かんないんだけど、面白そうだよね。今度チャンサヤに会った時に切ない動物図鑑って言ってみるといいかもしれないね。ここはね、欅ウォーク2階の、まあ、端ですね。プレイサンダーだって。あ、小泉稲荷、あ、伊豆崎にありますよね。こちらがね、ま、M ウェーブのね、サテライトスタジオです。 84.5 メガヘルツ。ま、観覧自粛お願いします。なんか前橋市政120周年の、まあ、歌があるんですね。まあ、こんな感じでね、旧町名巡り歌だって。面白いね。これは駅からハイキングかな。まあ、赤城温泉郷だそうです。あ、ここにね、まあ、デスティネーションキャンペーンがあるんですけど、まあ、アフターキャンペーンっていうのが来年の4月1日から6月30日なかなか続きますね。ここは公開生放送みたいな、そんな感じになるんですね。これが M ウェーブの、まあ、欅ウォークにあるサテライトスタジオです。ご視聴ありがとうございました。はい、欅ウォークの駐車場を出ました。あとはもう帰るだけになりました。これからの季節は街歩きの撮影は大変かもしれませんね。まあ、ある意味命がけになっちゃうもんね。これは両毛線ですね。上ねの左側はビッグボーイです。大きな少年です。なかなか大きな少年も大変だ。今日の撮影はまあ三神巡りが一つと、
まあ南町の街歩きが一つと、まあチューリップが一つと、街歩きでチューリップ一緒でいいよね。そんな感じですかね。なかなかね、駅の構内っていうのは撮影がしづらいんですね。まあしづらいったってしちゃうんだけど、もう左側がね、前橋駅の北口です。まあチューリップの日もあります。でも人間って面白いよね。時間が経過すると、まあ今さっきいた場所からこうやってぐるーっと回ってくるもんね。そりゃ当たり前ですけど、なんかチャンサヤが推奨してくれた、紹介してくれた、まあ、切ない動物図鑑、ちょっと読んじゃいました。読んじゃった、買っちゃいましたね。1100円ですね。なかなか本っていうのも高いから大変だよね。でもまあ面白い本なのかなって気はするから、まあいいかな。でもああいったまあ有名なタレントさんっていうか、まあそういった人がまあね、そういった媒体で紹介すると売り上げっていうのは伸びるもんなんですね。売り上げが伸びるっていうか、まあ売れるんですね。まあ、作者にとってはチャンサヤは様々かもしれませんね。まあ、それだけのね、価値ある作品を生み出したっていう本人の努力の賜物だと思いますけど、今渡っている橋はね、まあ、利根橋です。利根橋もちょっと、まあ、紹介したいっていうか、なんていうか。橋のそばってね、何気に車止められないんだよね。まあ、遊歩道見たくなってて、まあ、歩いてくる人は全然問題ないんだけど、車で車で来る人の車の置き場がないから歩き始められないんだよ。ここが、まあ、県道13号線の起点ですかね。また今月の中頃になって、まあ、紫陽花が、まあ、咲き始めたら、まあ、ちょっと藤岡の鬼西町方向まで行きますね。これは前々から行こうと思ってる場所なんで、まあ、上宝寺さんのそばに、まあ、綺麗な紫陽花園みたいなのがあって、まあ、パンフレットは必ずそこで写真を撮るっていうそういったスポットがあるんですよ。紫陽花の花が咲いて、まあ、赤い鳥居が立っていてみたいな。だからあの同じアングルでちょっと写真が撮ってみたいかなみたいな。ちょうどアジサイの花の咲き時がちょっと微妙で難しいかもしれませんけどね、ほぼ同じ感じに撮れるかもしれないけど、まあ、ここはね、上越線の方向の新米橋駅から馬場整形外科クリニック、それ私が腰が痛くなっちゃうと馬場整形さんにかかるんですけど、このところかからずに済んでますね。かからずに済んでるけど、確実に悪くなってるような気はしますね。そりゃそうですよね。年とともに良くなってるわけないもんね。まあ一応人間の体には自然治癒力っていうのが働くことになってるんだけど、この骨に関するものはちょっと、
働きにくいかもしれないよね。カルシウムだってそうそう足りてるような足りてないような感じになってるだろうから。やっぱり若い時の運動なのかもしれませんね。飛んだり跳ねたりしなかったからね。そういった骨っていうのは飛んだり跳ねたりする刺激っていうのが大切なんだそうです。まあそんな気もしますよね。物理的な、まあ、力っていうのが、まあ、骨密度に影響するんだね。なんか物をコップの中に入れて、まあ、そこにビー玉みたいなの入れてトン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 ってこうやってまあね、そこを打つとまあずっとびっしり詰まって密度が高くなるのかなみたいな、そんな感じですよね。ここが元総社町の交差点ですね。まあ来るときはここから撮影始めましたよね。じゃあ今回は元総社町の交差点を行って帰ってみたいな、まあ、そんな感じの車載動画もアップしましょうかね。なかなかね、車載動画のアップってね難しいんですよ。まあ難しいっていうか時間がかかっちゃうんですよ。走ってる距離が長くなっちゃうでしょ。まあ長くなっちゃうでしょだって、まあ、短くてもいいんだけど、それを、まあ、ハードディスクの中に、まあ、収めて、それを編集でね、まあ、持ってきてみたいな。だからね、時間がかかるんです。だからあまり車載動画ないでしょ。まあ、ドライブレコーダーみたいな感じで、まあ、撮影することはしてるんだけど、まあ、転送まではしてないんですね。でもね、ハードディスクだって、まあ、外付けの USB なんで、いっぱいになったら消しちゃうんで。なんかもったいないよね、消しちゃうのがね。